はい、さ、明日も何かあるらしい。今日も酒がうまいな。でもうなくなった。今日も酒がうまいな。でもうなくなった。七面鳥、そんなもんよ。ここは俺のラボだよ。ヒーロここは俺の誰が買ってきたのかしら。ちっと気合入れて楽しませてくれよ。オーケー、了解。行くぞ。おう、了解よ。ぶっ潰す。オーケー、逃がさねえぞ。オーケー、リズムに乗って。はいよ。お仕置きだな。ぐっ、なるほど。行くぞ。はい。覚悟しな。オーケー、覚悟しやがれ。了解。行くぞ。了解。なるほど。オーケー、逃がさねえぞ。ほらほらほら。ぶっ潰す。暴れ。めんどくさ。
行くぞ。あいよ、お仕置きだな。疲れる。一服の邪魔。オーケー、覚悟しやがれ。なるほど。オーケー、オーケー。覚悟しな。乗ってきたね。まだまだ寝かせない。ほら、最高の気分。ああ、行くぞ。おう、はいよ。ぶっ潰す。了解、逃がさねえぞ。おう、置いたが過ぎるぜ。疲れるな。オーケー、はいよ、行くぞ。くたばれ、チキン。俺様の力を存分に食らいな。砕け散れ。オーケー、満腹満腹、ぶちかましてやる。ほら、お使い酔いだわ。さっさと終わらせるよっと。そらよ。じゃあな。了解、覚悟しやがれ。メリークリスマス。キースってやる気がないだけで案外強いよね。まあお前の兄貴と同じメジャーヒーローだしな。おお、すんごい低レベル。けどどっちもどっちって感じで、対戦相手としてはちょうど良さそうだな。あの二人実は遠い親戚とかじゃねえの？確かに攻め方もなんとなくですが似ている気がします。どっちも相方をほったらかしにして一人で戦っちゃってる感じとかね。うちのジュニアちゃん、パトロールなんかもそうやって突っ走ってさ、何回言っても聞かなくて手を焼いてんだよ。なんだよブラッド、なんか言いたそうな顔だな。見え透いたアピールをするな。アピール？何のだよ。まあいい、課題が明確なら早いところ対処してやれ。俺もそうしたいんだけど、ちょっと手が足りなくてさ。ほら、もう一人面倒を見なきゃいけないやつがいるし、やっぱメンター一人じゃできることに限りがあるんだよな。オスカーなら分かってくれるよな。え、俺ですか？今サウスのルーキーをほぼ一人で見てるんだろ。忙しいブラッド様に代わってさ。オスカーは優秀だから俺みたいに手一杯にはなってないかもだけど、成長したくて入ってきたルーキーたちに申し訳が立たねえよな。俺は優秀ではありません。むしろ不器用なので、ルーキーたちが現状に満足してくれているかどうかは確かに不安がありますね。決して俺自身が現状にブラッド様のやり方に不満があるというわけでは。まったく、キースの話はまともに聞かなくていい。
自分にとって都合のいい展開に持っていけるよう計算してやっている。相変わらずそういうところは知恵が働くようだな。やっぱダメか。また無駄に脳みそを酷使しちまったよ。手一杯だという主張自体怪しいが、お前は少しやりすぎなくらい追い詰めてやった方がいいタイプの人間だ。余裕があればすぐにサボろうとするからな。やめろよな、さっきから分かったような口ばっか聞きやがって。なんか仲良しみてえじゃねえか。仲良し。おっと、やきもち焼くなよ、オスカ。お前とブラッドの仲良しっぷりは誰にも負けねえからさ。俺とこいつはあれだな、腐れ縁って言った方がしっくりくるかも。いつもいつも口うるさいから俺は離れたくて仕方なかったんだけど、アカデミーにいた頃はなぜかどの授業も一緒でさ。あれは偶然ではなく、学年会議でそう決められていた。知らなかったのか。何その新事実。お前の素行については教師陣も懸念していて、俺に見張っているよう指示していた。知らんかった。くそ、4年間ずっと踊らされてたわけかよ。ではお二人の関係は腐れ縁ではなく何になるんでしょう。いいよ、オスカ、その話は忘れろ。おっと、ここでまた急展開です。レオナルド・ナイト・ジュニアの反撃開始かと思いきや、突然の乱入者が。これまで後方で戦況を見守るのみだったサウスセクター、もう一人のルーキーウィル・スプラウトが突如攻撃しました。先ほどの大鳥明同様、ルーキーとは思えないような大技を披露。今季のサウスセクターは一体どうなっているのでしょうか。ブラッドさん、あれはほほう、観客からサウスコールが起こってんじゃねえか。鼻が高いね、ブラッド。オスカ、経緯は見ていたか。はい。この場合フォローを優先すべきなのはアキラとウィルのどちらだ。ウィルだと思います。アキラの方は文句は多いですが、かなり打たれ強いメンタルを持っています。ある程度は自分で解決して消化することができるかと。ですがウィルの方は普段穏やかな分、この後どうなるか予測しづらく、というかずっと抱え込んでいたものが決壊すると収拾をつけるのに時間がかかるような気がします。もっと自信を持て。お前の見立ては間違っていない。思った通りに動いてみろ。イエスさん。相変わらずやらしいやり方だよな。オスカーは優等生のいい子ちゃんだから相性がいいんだろうけど、俺は絶対合わねえわ。ではお前のやり方とやらを聞かせてみろ。残念、そろそろ試合終了みたいだし、あいつらんとこに行かねえと。今日も二日酔いで頭が痛いし、ジュニアちゃんが結果を見てギャン泣きしないことを願うよ。